新日本キックボクシング協会第5代フライ級さらには WKBA 世界バンタム級王者2007年9月のプロデビューから49戦目となりますツインンドラゴン兄エバタムツキ新日本キックボクシングのエバタム付きです、えー、まずキックボクサーとしてこの大会をとても楽しみにしていました、まあ、こうしてあの戦うことがなかった団体同士が戦う、まあ、このことがキックボクシングの発展につながると僕は思っているので とてても今回の本当にに大会は楽しみにししみいました前回の会見ですかね、中村プロデューサーが、まあ、こういう大会は今回きりだというふうに言っていましたが、まあ、僕、そしてライズ側の選手もそうですが、まあ、ここにいる田中の選手も、えー、K−1 サイドに圧倒的に勝てば、まあ、次回はないとは言えないんじゃないかなというふうに、僕はそう思っています。だからこそこその大大会会が本当にに歴史的な大会になると 僕はそう感じています。僕自身、とても嬉しく、そして感謝していることが、この格闘技業界が、そしてキックボクシング界の歴史が変わる、この瞬間に立ち会えているということ、そしてこの歴史が変わる音を、今僕が聞けているということに、えー、本当に感謝し、そして嬉しく思っています。えー、僕はこの大会で歴史を変える戦いをします。えー、相手のリアム選手、必ず僕は倒して、勝ちたいと思っています。 楽しみにしていてください。そうですね。リアム選手、えー、とてもスピードも速くえー、いい選手だと思っています。はい、クラッシュスーパーバンタム級チャンピオンのリアムです。まあ、そうですね。このようなまあ、ビッグマッチに呼ばれてまあ、とても光栄なんですけど、まあ、出場するだけじゃ意味がないと思うので、まあ、しっかり、えー、インパクトのある勝ち方を、えー、したいと思います。まあ、キャリアがあってまあ、攻撃力が。 すごいある選手かなと思うんですけど、まあ、今、<laughs> 絶対倒しますって言われたんですけど、まあ、必ず自分が KO するので、えー、楽ししみにして,てくださいま,あまずはすべてにおいて勝っているというところを見せつけたいと思っています、えー、経験、そしてパワーもそうですがスピードでもすべてにおいて今回は勝ろうと思っていますそうですねあの空手が多分バックボーンだと思うので、まあ、僕も空手はバックボーンではあるので、まあ、懐かしくはありますが、まあ、なくはない経験なので。 はい、経験だと、まあ、江畑選手の方がまが、あ、すごい戦績も試合数も多いので、まあ、上なのかなと思うんですけど、まあ、実力だったら、まあ、自分のほが弱まっていると思うので、まあ、しっかり、えーまあ、どういう局面になるか分からないですけどどの局面でも圧倒して倒せるように試合ままでししっかり準備したいいと思いますまあ自分はまあ今は全然落ち着いているんですけど、まあ、まあ試合になったらしっかり差を見せたいなと思いますね。はい 小さいなって感じですか、ね、結構、なんていうのか、うん、特に何も感じなかったです <laughs> <laughs> まあ今回、ビッグマッチということで、チャンピオンクラスの選手、みんな出るんで、しっかりそこに負けないように、しっかり内容で見せて、必ず勝ちたいと思います。はい